津川良次 B に対する懲罰動議。津川良次議員は本会議場において我が国に対し奴隷に落とす、逆らえば殺される、卑怯、卑劣など多数の無礼な発言を行いました。それら無礼な発言の全てをここで述べることはできませんが、このような発言はまさに荒唐である日本共産党に対する侮辱かつ誹謗中傷であり、地方自治法第132条に定める無礼の言葉に該当し、豊島区議会会議規則第103条に定める議会の品位を貶めるものであります。懲罰動議を提出したものであります。よろしくご審議のほどお願いいたします。テレビ改革党葛沢良次です。今日は発言の機会をお与えください。ありがとうございました。議員のですね、地方議員の無礼発言についての東京高裁の判決がございますので、ここで、ご紹介いたします。平成11年27245判決であります。判決文を抜粋してご紹介いたします。議員としての発言の自由が確保されるべきことは、国会議員の場合と地方議会議員の場合とでは本質的に異なるものとすべき根拠はなく、発言などによって結果的に個別の国民の名誉などが侵害されることになったとしても、直ちに賠償責任が生じるものではない。地方自治法132条は言論の品位の維持を定め、無礼の言葉の使用などを禁止しているのは、議場における討議の本来の目的を達成し円滑な審議を図るためであると解されるから、地方議会議員の発言の自由を制約する根拠とすることはできないとあります。地方議員はですね、特に定められてはおりませんけれども、国会議員と同様に本質的に変わることはなく、議会での発言によってですね、名誉毀損や侮辱罪に問われないという判決であります。日本共産党に対する無礼というお話でしたけれども、日本共産党は公党であり、それに対する名誉毀損や侮辱罪などはほぼ成立いたしません。それは普通批判と呼ばれるものであります。日本共産党はたくさんの議員を抱え権力を持っているのですから、批判を受け付けるべきであります。批判を受け付けない、許さない権力を何と呼ぶかというと独裁と呼びます。今の中国共産党がを見ればよくわかると思いますけれども、批判を受け付けない権力というのはとてもとても危険なものであります。地方議員の無礼発言が禁止されているのは円滑な審議を図るためと解されるからと発言にありましたけれども、私の一般質問の後で提出された休憩通り、あれ圧倒的多数決で否決されましたよね。その否決された後もその決議に不満を漏らし口にし騒ぎ従おうとしなかった共産議員の皆様の方がよほど議会の進行を妨害していると思いますけれども、いかがでしょうか。自らも選挙という多数決で議員になっているにもかかわらず、議会の多数決に従おうとしない、それこそがいいとこ取りの卑怯卑劣と私が言ったそのものであり、さらに民主主義者が決めたことなど守れるかそのものでありました。政府見解の日本共産党は破防法に基づく監視対象団体である。この破防法とは破壊活動防止法であり、日本共産党は破壊活動しそうな団体であると政府が認めているということであります。破壊活動というのは何もガラスを割ったり車を燃やしたりするばかりではありません。
人間に対する破壊活動も含みます。ですので私は事実と異なる発言をした覚えは一切ございません。使用した単語がえげつないだけで無礼とは程遠いものと思っております。殺されるであるとか家畜であるとか奴隷であるとか卑怯卑劣、こういう単語をですね議会で使用されれば懲罰を食らうなんて前例がここでできてしまったら全国の地方議会に多大な影響が出ると思います。ですので私は断固として無礼であるという指摘を認めません。議員の皆様におかれましては、この共産党さんの懲罰動議による言葉狩りに加担せぬようにお願いいたします。日本共産党が陰で何て言われているかご存知でしょうか。論より大声嫌がらせ、論より大声嫌がらせとですね、脊髄反射で口答え、脊髄反射で口答え、私が発言した2日後にこのような懲罰動議で嫌がらせ、まさにその通りだな、私は感心しております。というわけで皆様にはこの論より大声嫌がらせに加担せぬようにお願いいたします。以上、ご清聴ありがとうございました。懲罰特別委員会を設置し、これに審査を付託することに賛成の方はご起立願います。賛成。ご着席ください。起立多数と認めます。よって本動議は可決されました。とはない、くつらさんのおっしゃる通りで、共産党は大げさで非常に迷惑しているかなって思います。侮辱とか無礼っていうことは一切今日の話聞いている以上はございませんので、議会で殺すぞとかそういう言葉を使ってはいけないっていうふうにするのは、いろんな地方議員にもいろんな影響が出てくるんで、侮辱とかそういう無礼とは程遠いのかなって思う。